ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。パート3やっていきたいと思います。よろしくお願いします。フラグ立ったかなと思って来て、撮影始めたんだけど、あれ違ったか。何か仕事をする、立夏のお手伝いかな、そういうとこですね。本当に立夏のことが好きなんですね、ニート君はね。ニート君を助けてあげたいけれども、タチペン、ボタンの代わりにタチペンを使うと、うん、タチペンがちょうどなくなっちゃってるから指でタッチしてますけどね。裏情報。タチペンなくしたの初めてだよ。もう一方の DS の使うかな。馬小屋ですね、これがね。なんだと、かわいそうに。馬馬あ、ほんとだ、金が落ちてる。さて、だいたいみんなの話を聞き終わったんで、もう裏で聞いてましたので、この子だけまだかな。あ、聞いてますね、聞いてますね。多分、立夏のところに戻ると、ストーリーが展開するんじゃないかと。おぉ、これか。ウォルルの名声を目当てに村を訪れる者がおったが、なるほどね。この間の大地震で、峠の道が埋まってしまった。なるほど。つまり、その岩を何とかしてあげればいいんですね。この BGM 聞くと落ち着くよな、なんか。めっちゃ寝てるな。ベジータ。お客さん？なんかね、毎回ね、中身が変わったりするらしいですね、これ。時間が経つと。まあ、大して壺とかなんで、大して入ってるものは変わらないらしいんだけど。変わるらしい。ニートくんだ。さて、話ってのは他でもね、土砂崩れがあったと。で、うん、架け橋。そこでね、うん、みんなが迷惑してるから、土砂崩れの現場まで行って何とかしようと。大地震の後、やたら魔物が出るようになっちまった。なるほどね。任せておくんなさいまし。日本語ぐっちゃぐっちゃ。ニードくんは戦えるのかな？鎖片びらみたいなやつつけてるようにも見えるけど、多分違うよね。銅の鎧かな？違うな、革の鎧だな、あれは多分。強いて言うなら革の鎧だな。これ、一応ね、お金あるから買えるんだよね。これ、よろず屋だったんで、道具屋じゃなくて。でも一応銅の剣をもうつけてるみたいなんで。ニードさんがこいつと？了解。なるほどね。リッカーのところで回復ね。了解しました。これか。なるほどね。こういうタイプなのね。了解。お、ニートくんも持ってるんだ。しかもレベル高え。統一性がないな、困るな。おお、会心か。ニートくん、ただのニートじゃないな。オッケー。敵はそういう形でいるんだね。戦闘の時は自分はこの方がいいような気がするんだよね。おお、ズッキーニャ強い。3目やるのか。でもこれ戦闘終わった後こうやって戻すのもまあそんなに手間じゃないか。これ逆にかわしてってもいいんだね。なるほどね。別に追っかけてくるわけじゃないんだ。もうなんか可愛いの出てきたね。
そんなに強くないか。まずはね、弱い方をね、確実に倒すんですね。それが雑魚戦の必勝ポイントなんだけども。素早さが意外と遅いんだな。ダル、旅レベル1。旅レベル 1? ニートくん強いな。よーし。パラメーター上昇。結構上がるな。魅力?回復魔力、攻撃魔力ってあるんだね。なるほどね。MP があるってことは覚えるな、魔法。楽しみですね。最初覚えるのは本意味かな、やっぱな。おぉ!モーモンがいっぱいいる。まあ、レベル2になれば多分大丈夫なんじゃないかな。おぉ。戦闘はね、裏でゆっくりやっときますよ。土砂崩れポイントはどこだろうな。ドラクエ8の時はね、こうやってフィールド歩いてる時に、たまにやたら強いやつがいたりしたんですけどね、さすがになさそうですね。今作は。ここら辺だな、多分。土砂崩れポイント。森の奥か。なんか、あるね。お。なんだこれは。神殿か違うな、汽車だな。あ、あれか、銀河鉄道が落ちてきたんだ。のうちの一つだ。あ、ニードくんには見えてないんだ。あー、開かないんだ。まあ、いずれ開くのかな?そしたら、こっちは、あ、宝箱ですね。いいもん入ってろ。防具、金の指輪?金の指輪?金の指輪なんだ?守備力が上がるんだ。助かるね。これは助かる。あの、川の盾とか入ってないかなって思ったんだよね。そういうのがあると思って買ってこなかったんだけど。これは助かりますね。金の指輪で2も防御力が上がる謎の状況。まあ、そこは突っ込まないであげてください。そう、見えたんだよ。なんかいるな。あれは何なんだろうな。今の弾は。この先、セントシュタイン城。なんてこった。これはどうしようもねえな。うひゃいるぞ。セントシュタイン城に仕える兵士。王様から峠の道の土砂崩れを取り除くよう命じられてやってきた。なるほど。だがしかしってことかな。地震の後、お前たちの村にルイーダという女性が来たという話は聞いてないか?ルイーダね、いなかったと思うけど。うん。実は彼女は、キサゴナ遺跡からウォルド村へ向かったという噂もある。だがその遺跡もいつの間にか道が塞がってしまったようで。なるほど。古い遺跡の通路。なるほどね。魔物は出るし、崩れやすいしね、誰も近づかないと。とにかく村人たちにはもう間もなく道が開通すると伝えておくれ。かわーい。兵士が動いててくれたのは助かりますね。まあ、あの土砂じゃね、どうしようもないよね。マイクラのようにはいかないからね。よし、じゃあちょっとそこら辺の木を切って棒にして、石ちょっと使えるようにして、石のシャベルを作って掘ろうみたいな感じにはいかないからね。お、なるほど。見つかると、まあ、目が合うととか、近く通るとなのかな。エンカウントっていうか、追ってきてくれる。多分そういうことなんでしょうね。モーモン。モーモンは素早いですね。よし。問題なし。モーモンはついてくるな。スライムとかそば通っても全然来ないですね。おっとっとっと。もう戦う必要もないでしょ。当たっちまった。まずはモーモンから。あ、別にこの画面でもいいような気もするけどな。まあ一応でっかくするか。ナイス。あの槍で疲れて1しか食らわないって。強えな。問題なーし。
まあさすがに序盤で問題あれば困るわな。困るわな。この時点でガンガン死にますみたいな最悪だもんね。困るよね。お、なんかいる。新しい敵が。泥だら。うわ、なんか口から出てるよ。大丈夫か？あ、あれだ。土のうだ。土のうが破けちゃったんだ。おお、ほいみ覚えた。いいね。75% にするの忘れた。ごめんごめん。泥皿。簡単に倒せるんならちょっと経験値稼いどっか。あら、あー、うん、オッケーか。さあ、着きましたね。ただいま。戦闘の仕組みは全然変わらなかった。よかったよかった。村長のとこに行けばいいと思うんで、これかな。ただいま、ニードくんをお連れ申した。何を得意げになっておる。命を危険にさらすほど価値のある情報ではないな。ルイーダとかいう姉ちゃんが、消息不明らしい。お、なぜリッカが。それよりもセントシュタインのルイーダさんが行方不明って本当なの？うん。なるほど。しかし心配なのはもっともだが、探そうにも手がかりがない。リッカ、今日のところは誰を連れて帰りなさい。そりゃねえぞ親父。とりあえずミッションクリアかな。ベジータの人助け、村の外に出てたって聞いて本当に驚いた。うん、全然強いです。そうだね。うん、行きますよパンちゃん。今日はとりあえず寝るのかな。あ、そういうわけじゃないんだ。もうこっから行っていいんだ。じゃあ行っちゃうか、その遺跡とやらに。今度は一人旅になるから、ちょっと武器か防御力を上げたいところなんだが、どっち上げるべきかな。ゴールドのこと考えるとちょっと兵士の剣はきついね。無知は全グループ攻撃なんだよね。それもありなんだけど、まあここは防御力かな。3上がるんだったら川の盾つけちゃおうか。そびちゃん、あとはなんだ、回避率とかあったよね。これか、三河市率か。1% 上がってもなぁとは思うが、まあつけとくか。そんなに高くないしな。あ、ちょっと。もう大丈夫そう。装備、靴。これか。守備力下がっちゃうけど、あー、買わなきゃよかった。守備力のが大事だ。ガッツポーズ。ガッツポーズ。さて、じゃあ早速ですけど、その遺跡とやらに行ってみましょうかね。じゃあ今回はここまでにしますか。じゃあ遺跡まではカットしちゃいたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。